そのまんま東こと東国原英夫さんが12月8日告示、25日投開票の宮崎県知事選に出馬することを正式に表明しました。東国原さんといえば、かつて宮崎をどげんかせんといかんということで宮崎県知事選挙に出て、まあ、一期やったわけですよね。昨日行われた出馬会見で東国原氏は、疲弊した地域経済を回復させ、県民の心に明るい未来志向の光を灯したい、4年で辞めたことへのお叱りもあり、重い十字架としてのしかかっていたと述べていますよ。宮崎県知事をやった後は東京都知事選挙に出馬したり、衆議院議員になったり、まあなんか紆余曲折あったわけですよ。今はテレビでのコメンテーターなどをしていましたが、まあ当然やっぱりテレビにも出ていますから知名度は抜群ですよ。なので宮崎県的には注目されていいのかもしれない。そんな東国原さんなんですが、過去の凄まじいインタビューに注目が集まっています。これは宮崎県知事時代のものなんですが、サーチナと人民も、まあ、要は中国系のメディアに答えたものなんですよね。個人的な構想として日韓に海底トンネルを掘るべきじゃないかと言うんですよ。個人的な構想ですが、僕は福岡と韓国釜山に海底トンネルを掘り、新幹線あるいは高速道路を通せないかと考えています。日本はもちろん韓国、中国、東南アジアを含めて今後 EU のように協力、協調して発展、成長していかなければならない時代がやってくるはずです。歴史、文化、それぞれ違いはあっても持続的な成長のためには連携していかなければならない。そのためにはインフラ整備が必要であり、陸でアジアとつながることも重要だと考えるわけです。それには日本の中では福岡、釜山しかないのです。いや、日韓トンネルってさ、これ悠々白書で言ったら魔界との海峡トンネルみたいなもんですよ。そんなもの一度繋いでしまったら終わりですからね。絶対に必要のないものです。台湾と石垣島をつなぐトンネルを作るとかならまだわからんではないですよ。でもね、それ韓国と福岡ってさ、無理に陸路にする必要ないんじゃないでしょうか。今飛行機だってどんどん飛んでますし、まあね、回路だってあるしさ。さっきのインタビューでは EU の話が出ていましたが、まあその後にね、イギリスも EU 離脱なんていうこともありました。なかなか多国間の協調って難しいんですよね。それやっぱり日本と、まあ、韓国であったりとか、まあ、中国とかね、その辺の国って特に難しいし、しかも今安全保障上の懸念が高まっていますよね。ですからトンネルなんてあるとダメだよ。ちなみにその日韓トンネルを推進してきたのが今話題の旧統一教会です。絶対に阻止しなければいけないんじゃないでしょうか。まあ東国原さんが宮崎県知事になったところで日韓トンネルを推進とかってまあできないですよね。まあそれ宮崎に作るわけではないですし、ただ影響力持ってる人がそういうのをどんどん言うことによって、やっぱ世論ってね、ちょっとずつでも動きかねないので勘弁してほしいですね。もちろんこれは10年以上前のインタビューなので今は考えが変わっているかもしれません。何か説明があるといいんですが、さて最後に前回いただいたコメントを読んでいきたいと思うんですが、昨日の動画は休暇で1年半ぶりのゴルフを家族とやった岸田首相に難癖をつけるラサール石井さんという話題でしたね。まずはこちらのコメントです。そもそもやることやってないと遊んではいけない、成果がないのに遊ぶなみたいな風潮が間違い、日本人がよく陥りがちな論法なんだけど、義務を果たすことと遊ぶこととは全く関係ない、こういうこと言うと税金もらっているんだからという人がいるけど、それも詭弁、もしそれがまかり通るなら公務員はずっと働けということになる。てか総理ごときの立場がずっと休まず働かないと回らない国って逆に終わってると思わんか。まあ確かにそうなんですよね。総理大臣は重要な職なんですが、まあでもやっぱりね、そこから何でも決めるわけではないですし、管轄も様々あるし、しかも成果を上げてないとっていう、その成果の捉え方がみんな違うんですよね。まあ僕から見ても岸田さんちょっとどうかなって思うんですけど、まあそれをこう飛び越えてですね、もう何やっても評価しない人もいるわけでしょう。ラサールさんも最近統一教会の話ばっかりツイッターに書いているのに、急に取ってつけたようにコロナがどうとか雨の被害がどうとか言い出したので、政権批判したいだけに見えるんですよ。こういう批判っていうのはやっぱりゴルフ的に言うと OB ですよね。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。